今回は未来のための温かい思考法という本を読みましたので紹介させていただきます。はじめに第1章、温かい思考法のヒントを探しに行こう、温かい未来を作るために。第2章、身体と未来の思考法、身体性を取り戻す、脳を客観視する、シミュレーション仮説、ダークマター、人工感動、創造メディア、あちらの世界のゲーム、イマーシブシアター、人間のフィーリング、優しさ調味料、先端テクノロジー性ノルアドレナリン、次の思考、脳は生き様。第3章、テクノロジーと未来の思考法、アンチ最大化、バグを楽しむ、紙の本の魔力、タイムイズライフ、仮想天草四郎、お金と幸福、モロハの剣、人間ファーストか宇宙ファーストか、機械翻訳と語学、点と点の接続力。第4章、社会と未来の思考法、オールドバイオリン、スイートの存在、テクノロジーユートピア、見えないものを見る力、無人社会、間のなき世界、合成の誤謬と満足化、もたない主義、副業消滅、脱承認欲求、終わりにではなく始めに。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。